戦闘か。なるべく避けたいところだけど仕方ないな。命令するぞ。カバシ流術弱いマシ。命令との。あ、そうだ、京都行こう。おいでやす京都、おこしやす京都。ぶぶ漬けおいしい。やっただな。こういうのはどうだ。つまり夢中だな。他にやることないの。古きルール。どれにしようかな。どうや。か、それな。春はあけぼの。夏は夜、なべてこの世は糸を起こし、エモーショナルエンジンフルドライブ。最上に近い勝利だけど、戦う前に勝つくらいでないかな。本当にやんの？チクラードキマル！ドルシェイ！ささやかに。なんだと？命令とのささやかに。脆い脆い。古きルーン。こういうこともできる。それな。あ、そうだ、京都行こう。おいでやす京都、おこしやす京都。ぶぶ漬けおいしい。やったー。何か踏んでしまったかな。Thank you.
命令それなささやかに彦星流術弱い星なんだそれな？あ、そうだ、京都行こう。おいでやす京都、おこしやす京都、ぶぶ漬けおいしい、やったー。古きルーム。決まるあ、そうだ、京都行こう。おいでやす京都、おこしやす京都、ぶぶ漬けおいしい、やったー。じゃあ、はーい、みんなお疲れちゃん。ひこぼし、流術、弱い星へへへへへシュキシュキ大好き秋は夕暮れ、冬は朝世界は今日も糸エボシエモーショナルエンジンウルドライブどれにしようかどれにしようかなかっ決まるそうだ、京都行こうおいでやす京都おこしやす京都ぶぶ漬けおいしいやったーじゃー何か踏んでしまったかななるべく避けたいところだけど仕方ないな。ちくわそれな彦星流術弱い星もろいもろいかっこいいとこ見せちゃう秋は夕暮れ、冬は朝世界は今日も糸エボシエモーショナルエンジンフルドライブこういうのどうだ
中だな。他にやることないよ。どれにしようかな。プチヘンド。秋は夕暮れ、冬は朝。世界は今日も木とエボシ。エモーショナルエンジン、フルドライブ。なんじゃ。最上に近い勝利だけど、戦う前に勝つくらいでもないかな。いらっしゃい、待ってたぞ。お、来た来た。何でもあるからどんどん交換しちゃって。いや、何でもは言い過ぎだよね。つい勢いで。真心のこもったチョコレート。あら、まあ、お帰りなさい。私、見つかってしまいましたね。隠れていたわけではないのよ。本当よ。ただね、今日は若い人のお祭りなのでしょ。それなら私は今日は控えに回って、疲れて部屋に戻ってきたあなたをお菓子と温かいミルクでもてなしてあげましょうって、そう考えたの。明暗明暗。それじゃあ、はい、どうぞ。まあ、お菓子に詳しいのかしら。ええ、そうよ。ブラウニー。作るのがとっても簡単で。チョコレートというのは新しいお菓子なのよね。で、甘いお菓子にはホットミルクが一番。ホワイトチョコレートというものもあると他の英霊さんたちに聞いたのだけど、難しくて失敗してしまいそうだったから、えいよと砕いてブラウニーにしてみたの。召し上がれ。おいしい。そうよね、そうよね。あー、よかったわ。ほらほら、おいで。いい子いい子。私の欲しい言葉をくれるだなんて、いい子ね。凝ったお菓子ではなくて、とても簡単に作れるの。また作ってあげましょうね。今度は、そうね。マシュやアステリオスも連れてきてちょうだいな。オリオン殿やアスクレピオス君もどうかしら。喜んでいただけるかしら。私、可愛い子たち皆をもてなしてあげたいの。あなたに頼めば叶うでしょ？あなたはほら、マスナ？
ね、マスナン。あなたはほら、マスナンというものでしょ。サーヴァントがたくさんの。ああ、楽しみになってきたわ。にぎやかなパーティーになりそうね。それじゃ、お願いしたわ。もちろん、今日ではなくて他の日で結構ですから。皆を集めてくださいね。私、全力でもてなしてあげちゃいましょう。あら、私、肉体は全盛期だから体力十分なのよ。とりあえず、ブラウニーは全部食べきってもよし、お腹が空いた時のために持って行ってもよし、です。ああ、でも、歩きながら食べるのはいけませんよ。お行儀が良くないですからね。では、またね。バレンタインデー、たっぷり楽しんできなさいな。あ、マスター、どう？今回のイベントはしっかり楽しめてる？世界を救うのはそりゃ大切な仕事だけど、ずっとじゃ息が詰まるよ。たまには息抜きしないとね。それで本命の子からはチョコもらえた？え、まだもらえてないの？本当に？なんでかな。君ちゃんとアプローチした？チョコが欲しいってちゃんと態度にして示してる？あんまり今風じゃないのかもしれないけど、お姉さんの頃はそういうのははっきりと口に出して。え、チョコ欲しい？私の？そうなの？困ったな、そういうのは予想してなかったかも。おう、嫌じゃないよ。嬉しいよ。好きって言ってもらえるのはいつだってお姉さんは大歓迎だ。でも困ったな、チョコか。娘たちと旦那へ捧げるように作ったの以外は、男連中に向けて作った大型ギリチョコくらいしかないんだ。チョコはチョコだけど、ホールケーキだし量あるし、これ一個丸々はさすがに送れないかな。いいの？チョコケーキ丸々一個でも？それじゃあ、うん、君にあげる。いつも頑張ってる君へ、お姉さんからのご褒美だ。あ、マスター、ここにいたんだね。よかった。思ったよりも簡単に見つけられたよ。こういうのも巡り合わせというのかな。日頃はあまりそういうことは考えないけれど、慣れないことをしたものだから、少しだけ不安になっていたのかもしれないね。私は。うん、きっとそうだ。え？何の話をしているのか？それは、その、なんというか、だね。いざとなると緊張してしまうものだな、これは。え？言いにくいことなら言わなくても構わない、かい？そうだね。それはそうなのだけれど。うん。ありがとう、マスター。いや、言いにくくても、言わなくてはならないんだ。そのために作ったんだし、そのために探していた。デオンド・ボーモンはここに。フランス王家ならざるも、世界を救わんとする君へ、贈り物を持ってきた。やっと言えた。そうだよ、君にバレンタインの贈り物を持ってきたのさ。
のことはないと思っていたのに、やれやれ、ドレスを着るよりも気恥ずかしいかもしれないな。ああ、いたいた、マスター。はい、これなんと言うんだっけ。確か、そう、バレンタイン、チョコレートとかそういうの。本当は一つきりを作るつもりだったのだけど、ほら、試作品なんやかやでたくさん作っちゃったの。だからあげるわ。ありがたがって泣き伏せってもいいのよ。女神から何かを一方的に送られるだなんて、普通はありえないんだから。ええ、本当にね。はい、ここで言ってごらんなさいな。ありがとうございますって。うん、感謝の気持ちが足りない。心がこもってない。ううん、心はこもっているんでしょうけど、もっと大切なのは愛と信仰よ。人間だって水と空気が必要でしょ。それと同じよ。もっとちゃんと崇めなさいよね。え、信仰はよくわからないけど、愛ならたっぷり込めていった。そんなの改めて宣言しなくたっていいわよ。もう何なの。ああ、もう。それよりメドゥーサとアステリアスはどこかしら。マスター、本当はみんなのようにちゃんと胸を張ってお渡ししたいと思いました。でもできない、できません。私、手作りというのを試してみたのです。あら、とあるキャスターから、思いを伝えるには手作りが良いのだと教わって、培養したカカオの実を採取するところから、丁寧、心を込めて、私に触っても死なないあなた、私を抱いても死なないあなた、私探していたのです。そう、生きていた時から、英霊になっても。だから聖杯戦争のサーヴァントとして召喚されたとしても、私は死なない相手を探すのだと思います。この私には第六得意点でのうつろな思い出以外、他の召喚の記録はありませんが、きっと探すのだと思います。はい、ありがとうございます。でもごめんなさい、本当にごめんなさい。私、よりにもよって素手で作ってしまったチョコレート、最初から最後までこの手でたっぷり思いを込めたつもりです。触れても死なずに生きていてくれているお方に、でもたっぷり毒も込められてしまったんです。毒性は私の肌に触れた時のおよそ100倍、粘膜接触を行った時の数倍です。完全な致死量です。
人は絶対に死にます。英霊でさえ殺すでしょう。毒に耐性のある人なら、あるいは大丈夫かもしれませんが、でもダメかもしれないんです。だからですか。私の毒がたっぷり詰まったチョコレートなのに。はい、わかりました。あなたに捧げます、私のすべて。私の作ったチョコレートごと食べてください。私の。ささやかな思い、たとえ初代様の晩鐘が響くことになっても、私それでも構いません。この私はあなたに従うと決めました。おい貴様、今日は暇なのか。私は暇だ。暇ゆえ、普段はやらぬことをやるときもある。特に周りに浮かされたわけではない。どうせ誰からももらっていないのだろう。くれてやる。ありがたく思え。よく見るがいい。そのような商品が流通ラインに乗ると思うか。それは我らが百地を動員して作り上げたものだ。まったく、我がことながら頭が痛い。あるものはビターがいいと言う、あるものはクランチがいいと言う、あるものはホワイトがいいと言う、あるものはストロベリーがいいと言う、あるものは清浄石がいいという。まったく絞りきれなかった。そうして100人が協議した結果、全部入りならいいのではと、このような形になったのだ。まったく、袋まで自作することになるとはな。これでは私の提案通りケーキを作った方がまだ。なんでもない、今のは流せ。まあ見てくれは確かに風情がないが、味はそれなりに保証付きだ。そのぬるい頭、糖分を取って少しは精度を上げるがいい。そうか、ならばよい。よその教えの祭りなど微塵たりとも興味はないが、召喚者の助けになるのなら、ま、よかろうだ。では、私は部屋に戻る。何やら最近は嫌な予感がするからな。万が一、初代様が呼ばれるような事態に備え、己を鍛えておかなければ。世間は何やら騒がしいようですね、主。チョコレート贈呈、極東の風習であると聞き及びました。実にくだらぬ。糖分の適宜摂取であれば、まあ頭脳に対する栄養補給としては優秀の部類ではあるが、一方的なチョコレートの贈呈などと
戦闘と破壊を旨とするサーヴァントには無用の行為でしょう。ところで主よ、話は全くもって変わってしまうのですが、このようなものが私の胸に挟まっていたのです。我が呪いの槍をかたどったチョコレート、いや違うのです。これはきっと槍のもたらす機能に他ならずですから、世俗の風習に対してわずかに心ときめかせたなどということは決してなく、さまつなことは気にしない。マスター、もらえるものは素直にもらっておきなさい。世界をつなぐ呪いの槍、泣きながら味わう時だ。おや、誰かと思えばマスターか。かような場所まで何のようだ。ここがいかなる場所か知らずに踏み入ったのか。ここはそう、北欧、我が世界。あれに似せて作らせた箱庭、私のためにと割り当てられたシミュレーターの領域だ。目に見ているもののうち、実際に足を踏み入れられるのはこの城のみ。まあよかろう。望むならば大橋を渡れ。私はお前の入城を許すよ。来たか、マスター。わざわざシミュレーター謎に足を運ぶなどと、随分と暇なのだな。お前は何かを期待しているのか。そうとも、私はお見通しなのだ。人が何を考えているかなどたやすく理解できる。冗談だ。もう一人の私から聞いているぞ。聖バレンティヌスなる者にゆかりあるとかいう異教の祝祭の日なのだな。ここまで来たということは、なんぞ期待しているな、マスター。よい、許す。ならば私はお前にこれをくれてやるとしよう。氷菓子だ。味わって食べるがよいぞ。何、我が魔力をもって一息に作り出してみたものだが、すでに味見は済ませているゆえ案ずることはない。ありがたく味わえ。すまぬな、これ以上の言葉を私は持たぬ。スカサハスカディは持てる限りの愛のすべてをあそこへ置いてきた。バレンティヌスの祝祭が愛をことほぐものならば、私はきっと何もかもを忘れて楽しむことはできまいよ。言葉のみで愛を語ることはできようが、それはあまりに空虚に過ぎような。ゆえに、すまぬ、許せ。これなる氷菓子には思いを込めたが、いや、無粋だな。改めて、すまぬ、とくと味わえ。
もう一人の私と共に研鑽を重ねた我が氷菓子。頬が落ちても知らぬからな。マスター！いるか、いたな。よし、ならこれだ。いわゆるチョコレートというやつだ。送るのだろう。これでよいな。これでよいか。よいのだろう。義務は果たした。はい、終わり。はい、解散。ではいい、間違えた。いな、照れ隠しだ。義務ではない、義理でもない。今のチョコレートはその、 あれだ、日頃の感謝と愛情と友情とその他諸々をありったけ叩き込んだものと思うがいい。分かっていたか。そうか、さすがだな、マスター。まあ、アーチャーの時ほど手先が器用ではなく、いろいろと失敗に次ぐ失敗。我らがタマモキャット師匠に泣きつき事なきを得たのだが、アーチャーからバーサーカーとなった私は何もかもに加減と制御が効かない。胸に渦巻く上縁に焼き尽くされてしまいそうだ。先ほどから何時の顔を見ていると、こう攻撃的になる。具体的に言うと、噛みつきたい。なんだか自分でも何を言っているのかあまりに不明瞭だ。そうだな、少し深呼吸する。気分はまあまあ楽になった。バレンタインということで、獣としての本能が多少刺激されたようだ。多少だ、多少。何かあらぬことを口走っていたような気もするが、全てきれいさっぱり忘れるがいい。しかし、なぜか急に落ち着いたな。一体これは、ああ、そうか、わかった。いや、ようやく気づいた。これは何時の匂いか。いい匂いだ。サーヴァントとして当然の権利だと主張する。聞くところによると、ベッドにいつの間にか潜り込む輩もいるとか。私程度のわがままなど可愛いものだと思わないか。思うだろう？な？やっとわかった。何時のこれは善良の匂い。日向の傍らにいようとする者の匂いだ。この匂いである限り、誰かが何時のサーヴァントとして何時の傍らにいる。何時を守り慈しんでくれるはずだ。私を信じられずとも、この言葉だけは信じてくれ。ではまたな、マスター。さ
太刀大きせいであることを心より祈る。どこにもいないと思えばこちらにいらっしゃいましたか。お時間はございますか。ある。それは頂上にございます。信じられないとおっしゃられるでしょうが、この殺生院、何を隠そうあなた様を探していたのです。ええ、この私が朝から今まで魔性の目も使わず自らの足と目だけでカルデア中を、おかげでこのような時間になってしまいましたが、それも過ぎたこと、心を荒げるのは後にいたしましょう。何しろ得がたい日ですから。私もまさかここまで心が弾むとは。探し人に思いを寄せるというのも楽しゅうございました。なんという心ない言葉。あなた様からの罵倒とはまた新鮮で。あ、いえ、そうではなく、今日はうららかな春のごとき心でいようと誓ったのです。もうどうか手心を、マスター。私を恥ずかしめないでくださいませ。こう見えて未だ修行の足りぬ身、何かの弾みで誓いを破ってしまうとも限りません。はい、バレンタインでございます。日頃の感謝とあなた様の自制心をたたえたく、ささやかながらお返しできればと。意外でしたか。こんな機会を見逃すほど私は鈍い女ではありません。ではどうぞこちらを。こうして私以外に振る舞うのは久しぶりですが。はい、今回は心を入れ替えてはいませんが、一心にあなた様の姿を考えていたら、このように皆様の愛らしい品に比べれば他愛のないものですが、私にとってはこれが最も嬉しい甘味。あなた様好みのチョコレートを作り、わしの爪のようにその心をつかむこともできましょうが、今回はなぜか私の好みを知っていただければと思ったのです。おいやでしたか。まあ、私らしくないと。そのように言われると我が身の不徳を恥じるばかり。日頃の行いが返ってきた、そういうことなのでしょうね。ですが、ええ、そういうことでしたら私もこの通り忍んでいた本性をさらけ出すといたしましょう。ようこそ私の天上楽殿。魔性菩薩仰せによりまかり越してございます。少女の誓いというものは儚いもの。あれほど強く願ったものがちぎれて消えてしまうとは。ですが、それもあなた様の望まれたこと、私の落ち度ではありませんわよね。私とあろうものも、はしたない。
溢れ出る感情を少しも抑えきれないなんて。ですが、こればかりはご容赦。だって、とても、とても美味しそうなのですから。まあ、そんな青い顔をして、かわいそうに。糖分不足の貧血かと存じます。どうぞ。殺生印のおはぎをお食べください。ええ、私の分はお気になさらず、代わりがありますので。私、おはぎも大好きですもん。それと同じくの好物もございます。それを今からたっぷりと楽しめるなんて、ああたまりませんわ。はい、それでは遠慮なく、最後の拾いをつつがなく、おはぎをつまむようにごちそうをいただくといたしましょう。どこまで逃げても私の世界の果てすら次なる魔境の賭場口でございます。さあ、もう一度果ての快楽に溺れましょうよ。天上下達なさいませ。ところに、いやー探しちゃったにゃん。ほらあれじゃない、今日はバレンタインじゃない。ってことはつまりこれ以上は言わなくても別れ。そう、それさすがマスター、わかってる。じゃあ、はい。それはそうにゃ。だってジャガーはジャガーで神様なんだにゃ。だったら当然、あげる側じゃなくてもらう側、義理だなんだとあれこれ悩んでお財布軽くするのはなし。真面目な OL めいたお悩みなんておさらばさ。祝ジャガー、祝テスカトリポカ。配慮するは我にあり。許しましょう。捧げ物、貢ぎ物、生贄その他。さあさあ、ほらちょうだいにゃ。ウモのタケノコのごとく、あるいは金種の山のように。ん、何かな。おや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 、もしかしてマスターってば、貢ぎ物忘れちゃったかにゃ。神罰、神罰いっちゃう。若きマスターの青い青春を儚く散らしちゃう。あ、もちろん命的なライフ的な意味で、他には何もありません、ありません。うん、お姉さん分かった、分かっちゃった。プレゼントはマスター自身っていうやつなんでしょ。うーん、トンチ効いてるな。まさに胡椒のごときスパイス、グルメなヒョウもウハウハです。だが襲う神あれば考える神あり。溜まってたスタンプ消費しちゃう。スタンプ消費したら、特別の特別の特別に見逃してあげてもいいにゃ。しかもあれにゃ、どれにゃ、そう、今ならスタンプ消費で豪華景品がついてくる。さあどうする、ライフ消費かスタンプ消費。そっか、しょうがないにゃ。それじゃあとっておき、ジャガーからマスターへのスペシャルプレゼント。
チョコレートの本場といえば南米。だって南米で楽しまれたものが発祥だもんにゃん。というわけで、はい、ジャガースタンプ1個消費ね。記録したからね。またキリキリスタンプ集めるように。お姉さん、マスターの頑張りには期待してるにゃん。今はまだ甘えていい。若いからいずれジャガー使いとしてふさわしく育つがいいわ。じゃあおいしくいただきなさい。お残し厳禁ね。いや待て、あれあれれ、おかしいな。バレンタインデーでしょ、手作りチャンスでしょ、お姉さんの女子力を見せる絶好の機会だったはず。どうしてこうなった。あらあら、どうしました、マスター。そんな引きつった顔をして。うん、変な夢を見た。まあ、私の夢を見てくださるなんて。そんな私のチョコはですね、もちろん自分自身です。あら、マスター、ますますお顔が引きつってますけど。あの、マスター、少しお話大丈夫でしょうか。いえ、お話といっても物語ではないのですが。その少しばかり気恥ずかしくてです。よければこれをお受け取りください。勘違いしていただきたくはないのですが、これは賄賂ではありません。命乞いでもありません。これを渡すから戦場に出さないでくれとか、殺さないでほしいとか、そういう要求の代価としてではなく、純粋にこれまでの感謝の気持ちというか。いけませんね。物語ならいくらでも口が動くのに、自分の気持ちをただ伝えるだけのことがどうしてこんなにも。恥ずかしがっている場合ではありませんね。言葉足らずのせいで嘘だと思われるのは嫌ですから、せめて顔はあらわにしておきましょう。あなたが私に物語以外のものをお求めかどうかは分かりません。必要なければそれは捨てていただいても大丈夫ですけれど、私がこう願っているということだけは覚えておいてほしいと思うのです。マスター、私を殺さない良き王、私はこれからもあなたの物語のおそばにいられたら幸いです。こんにちは。あの、マスターさん、お願いだからチョコレートを受け取ってください。え、そんなにしなくていい？私からの贈り物なら喜んで。すごいすごいわ、私本当に夢みたい。なんて幸せなことなのかしら。思われるだけの私の気持ちを優しい笑顔で受け取ってくれる人がいるなんて。恥ずかしいわ、古びたページも踊り出しそう。素敵なあなたに感謝を込めて、キラキラ輝くシュガーをどうぞ。
今日という日が美味しい思い出になりますように。これからもよろしくね、マスター。これは驚きました。シミュレーター内部で仮想演算した我がカジノにまさか足を踏み入れる者がいようとは。そしてそれがマスター、あなたであろうとは。いえ、歓迎しましょう。かつての絢爛ラスベガスのそれとは異なりますが、仮初めとはいえここは私のカジノです。来客は歓迎いたします。いいえ、水着剣豪七色勝負はすでに過去のこと。今や資格などいるはずもありません。むしろマスター、あなたは私のマスターであるのですから。そう、正真正銘の VIP と言えるでしょう。どうかおくつろぎください。それともカード遊びなどされますか。私でよければお相手しますが。はい、また別の機会に。そうですね、カジノへ遊びに来たのではないようであれば、そう、私も装いを変えるべきでしょうね。失礼。余暇をくつろぎに来たあなたにはこの姿でお出迎えするのがふさわしいでしょう。ああそうだ、一つ思いついたのですが、せっかくですマスター、我がカジノ、私があなたをご案内いたしましょう。まずは冷たい飲み物などを用意しましょう。大丈夫、ノンアルコールも揃えてあります。正しく英霊の身であるからには日差しを遮ることにさほど意味はないのですが、こう気分というか、この装いでいると自然と傘を差してしまうのです。傘、日傘、私の生きた時代には存在しないものでしたが、なんとも馴染むものですね。体に鎧の重さなく、腰に剣の重さなく、この手には傘の軽やかな手応えのみ。なんともはや悪くないものです。どうでしょう、他の霊気での私がどうかは分かりませんが、清掃の王として召喚された私はあなたとこうして歩くのは初めてだったかもしれません。シミュレーター、仮想の仮初めの空の下でもこうして穏やかに時を過ごすのはいいものですね。あえて贅沢を口にするならば、そう、平穏に暮らす人々の営みなどが聞こえて、幼子の遊ぶ声がこの耳に届くことがあるならば、きっとさらに尊き時間となるのでしょうね。そう言ってくださるあなたでよかったマスター。さて、ではあまり引き止めすぎてもいけません。今日が何の日であるのか私も知っています。バレンタインデーですね。私のために時間を割いてくださってありがとうございますマスター。もちろん私も抜かりなく用意してあります。こちらです。そうでしょうか。いいえ、
そう言っていただければ何より。かわいいですか？そんなに？こうして普段とは変わった霊気ですので、現在この瞬間の私ならではのものをと考えました。私の今の装いは少し違いますが、基本はバニー。バニーとはウサギです。ウサギといえば愛らしい獣でありますので、はい、このように愛らしさを主体に考えてみたのです。喜んでいただければ何よりです。ではそうですね、ここでお別れとするべきなのでしょうが、この際です。最上階の VIP ルームにて味わっていかれますか？アルトリアルーラー、全力を持ってゲストをもてなしてみせましょう。何です？ファラオの前です。道を開けるだけではなく、即神戸を垂れなさい。不敬はなりませんといつもなら言っているところですが、今日という日は特別なのだと聞き及びました。神々なき異教の習わしなぞに興味はないと切って捨ててしまうのは簡単ですが、しません。ええ、ええ、ファラオは時に寛容でもあるのです。私も多くを知りました。さすがにオジマンディアス様のようにはいきませんが、かの偉大な神王たるファラオのように私も時には寛容の姿勢を見せるべきでしょう。というわけで喜びなさい、我が同盟者。そうです。そう、それ。きちんとかしこまって応対してこそですよ、同盟者。図が高いですよ。もう少しくらいは頭を下げながら鍛えなさい。そう、そのくらい。極東のお辞儀程度で、ええ。では、私からあなたへの贈り物です。天空の化身にして、冥界の鏡を操るこの私から。あなたへと菓子するチョコレート。これはあまりに特別なもの。当世をささやかに生きる魔術師として、古代エジプトの尊き奥義とチョコの融合を見ませい。もうお辞儀はいいです。角度がつきすぎると何も見えないでしょうから。はい、それでいいです。では、どうぞ、お納めくださいな。ファラオからの賜り物です。感謝にむせび泣き、全身で喜びを表現しても構いません。むしろそうしていただけると私はとても嬉しいというか、苦労が報われるというか、いえ、何でも。添えてあるメジェド様はあれです、私からの気持ちです。わかりますね。ではありがたく食すように。お残しは不敬ですからね。うんうん、なるほどなるほど。へえ、そうかそうか。なるほど、ありがとう。時間ある？あるよね。暇そうな顔してたし、暇じゃなくても連れていくけど。それじゃシミュレーターに出発。
ロケーションバッチリ。さ、それじゃちょっとそこに立って。そう、そこそこ、うん、バッチリだ。満月もあるし、ロマンチック花盛り。というわけで、極東のサーバントに尋ねたんだけど、日本だと満月の模様はウサギの餅つきに例えられるんだよね。なるほど、つまり僕だ。そう思い立ったのでここに来たわけさ。だってほら、もうバレンタインデーじゃん。当然僕もチョコを用意してるし、チョコをもらう気も満々だ。まあとりあえずチョコレートを渡すことにしよう。満月、ウサギ、餅、餅つき？餅月千代目ちゃんと餅って何か関係あるのかな。まあいっか。ともかく餅つきってよくわからなかったので、これもいろいろと教えてもらったし食べてみたよ。お米をこねるとあんなにネバネバするんだ。すごいよね、すごいよね。で、なんとかその餅とホワイトチョコを不思議なパワーで合体させてみた。はい、これ。餅のようにネバネバで、チョコのように甘くて、輝くように真っ白い。おいしいよ、すごくおいしいよ。手伝ってくれたサーヴァントたちも、なぜこんなものができるのか理解不能。どうやったの？いや、マジでどうやったの？何考えてるの、あーちゃん。そっか、何も考えてないよね。と絶賛の嵐。おいしく食べてね、マスター。よし、満足満足。ブーフー。じゃ帰ろうか、レッツゴーホーム。じゃあそういうわけで、食べたら感想を聞かせてね。ごきげんよう、マスター。変わらずお元気そうで何よりですわ。ところで、今日も素敵な日ね。外は毎日吹雪で、出かけられるところといったら得意点ですけれど、こうして世界が終わりゆく中にあっても、ここは穏やかな空気が残っているわ。祭りを祭りとして楽しみ、悲劇を悲劇として痛む人たちの心が生きている。私は人間嫌いの女神だけれど、それはそれとして、それは素敵なことだと思うのです。はあ、反応が悪いのね。ここは魅了され直しました、ステンヌ様。どうかまたかぐや姫並みの無理難題を押し付けてくださいと喜ぶところなのに、まあいいわ。
そういう人だものね、あなたは。どうぞお受け取りくださいな、鈍感な人。あなたが唯一の本命、真に愛する相手です。なんて言えればよいのでしょうけれど、今日ぐらいはザレ事は控えておくわ。見ればわかるでしょ。そのチョコレートはいくつか作ったうちの一つに過ぎないもの。でもマスター、私たちをよく愛すること、そうすればいつの日か私たちのうちの誰かがあなたを真に愛する日が来るかもしれませんわ。バレンタインです。どうぞお受け取りください。チョコよりも食べがいのあるケーキの方がいいのではと迷いましたが、ここは王道で攻めてみました。そして何度も失敗したので味は保証付きです。きちんとチョコの味がするかと。もちろん手作りですが、何か？私に料理ができるとは思わなかったですか？それはメディア嬢が付きっきりで教えてくれたので、さながら武者修行の続きのようにと申しますか。でも終わり良ければ全てよしですから、これからもよろしくお願いしますね、マスター。愛そうか、殺そうか。よし、それな。ささやかに罠だ。それぐるぐるっと。あっけらちきら。
それな。よし、春はあけぼの、夏は夜、なべてこの世は糸をおかし、塗りつぶせ枕草子、エモーショナルエンジンクルドライブ。こういうのってどうだ、つまり連中だな、他にやることか、こういうのってどうだ。こういうこともできる、ブチャチキ、それな。秋は夕暮れ、冬は朝、世界は今日も糸エモシ、エモーショナルエンジンフルトライ。何か踏んでしまったかな。真心のこもった、いらっしゃい、待ってたぞ。欲しいものこれか。決めたよ、お前は我が城の影に溶けるしかなかろう。オッケマリュー、チキそれな。ドルシー飛行士、忍術、ヨバイ星、ウリリリリなんだと、それな、なんだと。うりりりりりりささやかな、なんだメールくんささやかに、もろいもろい、そういうこともできる、これやばくない、古きルーン、古きルーン、オッケマリュー、キラキラしきもの、ときめくもの、魅惑散るとも永遠にあり、永遠無限、エモーショナルエンジンフルドライブ。
できる。ち、それが命令との。あやおきまよ。あ、そうだ、京都行こう。おいでやす京都、おこしやす京都、ぶぶ漬けおいしい。やったー、なべてよは糸えもし。決めたよ。お前は我が城の影に溶けるしかなかろう。オッケーマジックラウン。あやーふふふ、さあ、ぐるぐるーっと、はいったー、命令それな。ささやかに、ささやかに。どれにしようか。こういうこともできる。古きルーン。命令との。秋は夕暮れ、冬は朝、世界は今日も糸エモシ。エモーショナルエンジンフルドライブ。なんだと？あやあ、命令とも。あ、そうだ、京都行こう。おいでやす京都、おこしやす京都、ぶぶ漬けおいしい。震え、いてつき、砕け散る時まで諦めることは許さんぞ。
お決まりはそれな。ドルシェイ、もろいもろい、ウィンウィン。チクロウ、それなそれな。ありゃですが、あれはマスターへの贈り物なのでは。マスターさんが喜んでくれるといいのですけれど。ほら、マスターと言ってます。確かに目に見えるような圧力、いえ重力のようなものを感じますが、隠れてやり過ごそうとするのはそれはそれで後ほど問題が大きく。見つけました、マスターさん。それにマシュさんも。今日は何の日かご存知ですか？え、そうでしたか。まあでも節分もほぼ同じようなものですよね。そう、なんとバレンタインデーなのです。そうですね。世俗に疎い私でもこれは良い行事だと分かります。そして今の私は女神の権能をほどほどに使えるトップサーバント。そこでここは一つ女神の力をフル活用してこんなものを作ってみました。この迫力、まさに人の手ならざる女神の見業。乙女たるもの、一度はこのようなチョコを夢見たことがあるのでは。わ、私ですか。そうですね、確かにお腹が空いた時たくさんのチョコを夢見たことはあります。
そのような事情から私のマナウシナンディをチョコでまるっと再現したものです。かわいいですよね。おいしそうですよね。いえ、ナンディの肖像権に関してはいろいろと問題が発生しましたが、それはこちらの話。まったく、ナンディったら頭が固いんだから。私をモデルにするなんてとんでもない。致命的にせよ、いえモラルがないかと。せめてもっと小型に、食べやすい大きさにしないと。と、やる気をそぐようなアドバイスばかり言って、後でお腹に超音波ですね。と、いけません。今はマスターさんの前でした。このナンディチョコはマスターさんに捧げます。どうぞお召し上がりください。味はカルデア1と自負していますので、どうか残らず。あとで。はい、それでは私はこの辺りで。ホワイトデー期待しちゃいますね。なんちゃって。ヒュー。パールさん、とてもご機嫌でしたね。でも先輩、これをすべて。マスター、どうか返却などはなさらぬよう。パールバティにとって今は我が世の春。あの笑顔を曇らせたくなければ、どうか残らず食べていただければ。もちろん私も手伝います。それから、にゃがにゃが。調子に乗ってパールバティを煽った彼女も手伝うと申し出てくれました。そんなん一言も申し出。ギャー、石化マガンの重圧プレス。マスター、私ジャガーマン、マシュ、その他関係者の方々、皆でこのチョコレートを徹底的に貪り尽くすのです。私も加わってるのですか。マスターの勇気、世界を救うと信じて。もう見かんでいいんじゃないかにゃん。渡す日なのだと聞いて、まあそれは素敵ねと思ったのだけれど、はあ、がっかり。なんということでしょう。あたし、しょんぼりしてしまうわ。マスター、マスター、マスター、私のマスター、聞いてちょうだい。今日はバレンタインデーなのでしょ。思い人へ甘いものを贈る日なのでしょ。それなら首以外はありえないと思ったのに、みんな思い思いのお菓子を用意しているんですもの。これじゃ丹精込めて首を作った私がなんだかとってもバカみたい。ああ、憂鬱だわ。ええ、そうそうよ。もしかしてマスター、興味があるのかしら。嬉しいわ。私ね、頑張って作ったのよ。
生きていた頃には一度も食べたことのないお菓子よね。そう、チョコレート、チョコレート、耳慣れないけれどとっても素敵な異教の響きよね。バレンタインデーといえばチョコレートなのよね。お友達に教えてもらったのねえマスター、私にお友達ができたのよ。お父様に殺されてしまうより前にはあんな風に楽しくおしゃべりできる相手なんてほとんどいなくて、それに私の知らないたくさんの物語を知っていて、彼女はとっても素敵なの。私あんな風に素敵な女性になってみたかった。マスターは英霊との巡り合わせがいいのね、彼女。ああシェヘラザード、とっても素敵なお方。仲良くしたいわ。お友達とあの方も思ってくれるといいのだけど。まあ優しいマスターね、好きよ。じゃあマスター、そろそろ私のとっておき見せてあげるわね。はい、そうでしょ。そう思って小さく小さく作ったの。小さな小さな甘いヨカナンたち、これならね、一口でひょいと食べてしまえるわ。これを作るのにもね、シェヘラザードにお手伝いしてもらったのよ。昨日は本当に楽しくて。そう、厨房には私たち以外にもたくさんの英霊がいて、きちんと話せたのはシェヘラザードくらいだけど、他のみんなもとても明るくて楽しそうで、私もなんだか晴れやかな気持ちになったわ。楽しいところね、カルデア。ええ、とっても楽しいから、この楽しいのがプツリと終わったりしないよう、なるべくなるべく私も我慢するわね。それじゃあまたねマスター、素敵なバレンタインデーを過ごしてね。私はお友達になってくれそうな英霊たちにこの小さなヨカナーンたちを配って歩こうと思うの。あら、やっと来てくださいましたのね。なんとなく来たくなりましたの。この器が覚えているのかもしれませんわね。私の贈り物を渡すならリラックスできる場の方が良いでしょう。ではどうぞ、私からのチョコレートです。面白い。あなた本当にいい顔するのね。あら、まさかとは思いますが、女神からのお酒が飲めないっておっしゃるの？冗談です。右のワインはあなた向けに酒精を飛ばしてあります。つまり、ただのブドウジュース。チョコレートとの相性は幾分落ちますが、
十分に楽しめるでしょう。ですので、ここで一緒に楽しみませんこと。楽しんでもらえたかどうか一目でわかるでしょう。私だって自分の選んだチョコを味わいたいですし。はい、素直でよろしい。そこに座りなさいな。いい出来ですわね。ほろりと口の中で溶けて、かすかな苦味とブドウの風味とが混ざり合って、現代の菓子技術も侮れません。あの金星の女神にも自慢して差し上げませんと。あら、何か文句ありますの？ま、今日のところは置いておきましょうか。あなたと旅してきた場所、あなたと旅してきた時間、いずれも女神である私には奇跡のようなものです。本来ありえないものという意味で、人類の崩壊にも等しい。だから、そんな時間が来るかなんてわからないけれど、もしも機会があって、あなたが大人になったなら、今度はもう一本のワインでいただきませんこと。チョコレートはそうじゃないけど、そのワインはもう数年したぐらいが飲み頃ですもの。どうでしょうね。今言ったように、この時間だって奇跡みたいなものですから。数年先なんて女神にも天秤にもわかりません。でも、え、この名にかけて約束しましょう。守れないかもしれないけど。そうですわ、守れなくても約束するの。約束っていいものよ。もしも叶わなくても、なんだか夢があるように思えます。それに、約束がある限り、その夢のように生きようと思えますもの。だから、ずっと覚えていてくださいませ。天秤の女神の名と、私との約束と、一本のワインをね。狭苦しいにも程があろう。窮屈に過ぎる。せめて天井までの高さはこの倍は欲しいところだ。この私を召喚した契約者であるというならば、それくらいは何とかしてみせろ。エーテルの身に物理攻撃など効かぬ。黙れ。少し黙れ。ふん、我が魔眼の軽い一別でさえ貴様には辛かろう。これに懲りたら以後は細心注意しておくことだ。いかによりしろとはいえ、出過ぎた真似はやめろ。次は金縛り程度では済まさぬ。全身を石に変える。ふん、うん、口も聞けぬか。だがちょうどいい。貴様には今日預けておくべきものがあるからな。私から愚かで猥小な契約者への贈り物などではないぞ。思い違いをするなよ。これはあくまで姉上たちへの私からの贈り物だ。だが私はこの姿、美しき姉上たちの前に出るには歪み果てすぎている。私は姉上たちを怯えさせたくはない。私たちが迎えてしまった最後を
思い返させたくもない。ゆえに契約者貴様に託す。これを間違いなく姉上たちに届けるように。そして叶うならば、この姿ならざる形で限界した私にも、大きな方でも小さな方でも構わない。ああ、もしも両方に出会えたならば、どちらにもだ。いいか、よく覚えておけ。誰からの贈り物であるのかは決して口にするな。貴様からの贈り物なのだと言っておけ。いいな。そうだ、言い忘れていたが、一口くらいは貴様がかじっても構わない。無論姉上たちからおこぼれをいただければの話だがな。わざわざお呼び立てしちまって、はい、すまねえな。実は妙案がひしらめいたもんでな、もういても立ってもそぞろしくって。あれさ、バレンタインってやつだ。知ってるかいマスター、バーレンタイン。バレンって言っても半疑をゴシゴシこするあれじゃねえからな。長っごっくり、はっ、さすがマスターだ。な、以前もちょいと口を滑らせたが、俺はとにかく恋バナっていうのが大の苦手で、そこへこのバレンタインシーズンの到来さ。そう、声ラジオに漂う甘い香りやら艶話やらに取り込まれて、どうにかなっちまいそうなんで。そこで俺は一気おば案じたっていうわけさ。そうさ、こいつは俺の一年に一度の大願でん。マスター、この通りさ、俺に中古を作っとくんな。さて、準備は万端、気合は十分。あとはマスターの仕事ぶりをばっごろっちろ。へへん、俺にけなげに菓子作りなんかさせてみあれ。どんな大惨事がほどばしって、あげくトト様に感化対象されるか知るなもんじゃねえ。そもそも、猿やら乙女みたいなあからが浮かべて菓子作りなんざ、思い巡らしただけで。もう無理だ。そう、身がむずがゆくなりは、つねつは出るわ、しゃっくりは止まらねえわ。そこで、記憶を作るのはマスター。ありがたく頂戴するのは、この俺さ。そこに何の手ぬかりもあるしね。ぐるりと立場が逆転すれば、こそばゆさも消し飛ぶって寸法で。まずは刻みさ、この中古の塊をこのみじんに刻みまくるんでい。厨房の赤い二頭のお兄さんも大鼓判、クーベルチュールチョコレートでい。とにかく均一に粒を揃えて刻んどくれな。おお、いい手つきじゃねえかマスター。あれ、こっちのホワイトチョコってのを刻むからな。よし、上等でい。お次はテンパリングでい。この下ごしらえが運命の分かれ道さ。頼むぜマスター。ここは湯煎と氷水の微妙な温度管理が肝心なんだい。いわく
化け猫の卵様がおっしゃることにゃ。トカサ50と55度の胸付け八丁様さ、29と27のつま先下がり、そしてナラスは31と32度のダンダラ下がり。こっちのホワイトはまた別の道行きとくら、うん、だってこんなに面倒なんだよ。手行がいいね。おお、こりゃ上彩だ。大した問題よ、大将軍。ついに仕上げだ。こいつが一番肝心さ。あとは型に注いで冷ますだけ。だってとんでもねえ。いいかいマスター、耳の穴かっぽじって聞いてくれ。絵でもなんでも仕上げが作品を左右するんだ。俺ちゃんと先人諸先輩方にリサーチしてきたのさ。すなわちその極意と愛情でー、愛情をこねまくるんでー。念仏でも信号のものを何でも唱えて充填しとくれ。その心気さマスター、俺ちょいと添え物の細工をさせてもらうからな。覗くなマスター、見るなってば。冷め切るまで俺の部屋で待っといてくれ。そら完成だい。ほうほう、こいつは大したもんだ。マスターの多才ぶりには感服するね。うんうん、それじゃあ約束通り頂戴するよ。こいつでいいかい。おう、なんだ、あ、うん、胸が、あ、いや、腹がな、くっちくなっちゃって、かたじけないが、ま、あれだ、ほれ、あ、あまりちゃんに服がある、力は今一つっちゅうだろ。いかれば、残り物には服があるってな。マスターに禁定するからよ。やるなり、よくなり、コロッとあげるなり、好き好きにしてくんな、な。その眼差し、またかよ、こんちくしょうめ。そいつはあるだ。シオコの教えをこうとサーバントシオにもちゃんと言っちゃったの。シオコはマスターにやるんじゃねえ、命場にこの俺が食っちまうためだってな。ましてやバレンタインとは一切合切無縁の無関係だからなって。そうするとだ、連中なぜやら飲まぬる今の子でこっちを見やがって。マスターまでトト様とニマニマ遠心伝心してあるんで、うわー、また落ち着かねえ。ご冗談マスター、そいつはトトとイノフの奥に片付けてくんな。エイドコア酔い越しの血欲は持たねえんでああ、ここにいたのですね、マスター。どうぞ、つまらないものですが。それでは、私はこれで。用事を思い出しましたので。は？なぜアイマスクをつけているのか、ですか？あ、いえ、取れと言われましても。あ！別に
これといった理由はなかったのですが、私のような大女からチョコレートを押し付けられるというのは申し訳ないと思いまして。構わない。美味しそうだですか。それはそう言っていただけると私も準備をした甲斐がありますね。では改めて、バレンタインの贈り物です、マスター。味の保証はできませんが、味わってお楽しみください。今日も素敵な日ね。大切な相手へ甘い甘い贈り物をだなんて、とっても素敵な催しだわ。そうでなくって、もちろんあなたへも用意してあるわ。ささやかなものだけれど、どうぞ受け取ってくださいな。マスターは伴侶のようなものだもの。だったらとっておきの品を送らないとね。あ、そうそう、あ、そうなの。実は一つだけお願いがあるのだけど、アマデウスとサンソンには内緒にしてね。あなたがチョコを受け取ったと知ったらきっと大変。あれこれと考えて、私も一人一人に別のものを用意したのよ。したのだけど、やれ分量は自分の方が多いとか、砂糖の量が愛情の量とか、もう二人ともすぐに喧嘩を始めてしまって、愛に満ちた素敵な日であるはずなのに、そういうのはあまり良くないと思うの、私。ですから、ええ、知られてしまったなら仕方ないけど、できれば二人にはどうか内緒ね、マスター。ソラ、チョコ菓子だ。本当にこんなのでいいのか。飴玉の方が良くないか。しかし、チョコとは何にでも加工できるの。暗殺に使えるかもしれん。いや、それではただの毒殺か。毒味役がいては成り立たないね。無粋な話をした。流してくれ。ともかくこのチョコでまずは一杯飲むとするか、マスター。あら、マスター、物欲しそうな顔をしてどうしたの。お腹でも空かせているのかしら。私のマスターともあろうものがくだらないイベントに浮かれてうろうろさまよっているなんてないわよね。なんて嘘よ嘘。バレンタインデーでしょ、わかってるわ。あなたが可愛いからちょっと意地悪してみたの。はい、どうぞ。つまらないものですが、チョコレートの錬成なんて初めてだったけど、栄養素と幸運上昇だけは保証するわ。え、バレンタインのチョコはそういうマジックアイテムじゃなくて愛情がとにかく大事なもの。それは当然でしょう。できるだけ感謝を込めて作ったのだもの。言うまでもないことですけど、あなたは私の大切な弟分なんだから。
今夜あなたの大事なものをいただきに参ります。女怪盗ミストレス C。 眠りが浅かった。 いえ、最初から寝たふりをしていたのね。やるじゃない。この私を罠にはめて待ち受けるなんてね。さすがはマスターだわ。そういえばそうね、そう、肝心なところが伝わっていないのね。それは予想もしない、イノセント&ピュアだけど、それも楽しいバレンタインズナイト。それならそれで別にいいわ。怪盗は怪盗の仕事をするだけよ。何かを盗みに来たのではなくてという顔ね。いいのよ、これはそのために必要なもの。怪盗七つ道具の一つとでも思っておきなさい。このミストレス C が盗みのために使うものは、実際のところは七つじゃ足りないけれどね。金、微笑み、嫉妬、情熱、技術、秘密、執心、時間、恐怖、快楽、そして愛。欲しいと思ったものを得るために必要な全て、それらを惜しみなく使うのが怪盗よ。でもそれでは手に入らないと分かってしまったらどうすべきなのかしらね。それができないのが私というものなのよ。永遠の若さと血のように、欲しいものは欲しいと思ってしまうの。ああ、一応言っておくけれど、伯爵夫人なのだから、もちろん私にも夫はいたわ、愛してもいたわ。でもそれはそれ、これはこれ、いい女は貪欲なものなのよ。あなたのものも他の誰かのものも、気づけば手を伸ばそうとしてしまうの。しかしそうね、こうなると少し手を変えるしかなさそう。今日の回答の時間はここまでにするわ。ここからはただのカーミラ。仕事終わりのドライブに行くわよ。付き合いなさいな、マスター。夜だからいいのよ。そこでしか味わえないものがあるの。静かで冷たくて少し怖い。そんな鋼鉄の乙女の歌声を聞かせてあげるわ。怪盗の姿をしていなくても、今の私は魂が怪盗。油断したわね。チョコだけではダメでも焦ることはないわ。少しずつ少しずつ盗んであげる。そう、私は何でも使うのよ。このシンクの幻想も、綺麗な夜景もね。で、
どうして周りの夜景を見ないで挙動不審にこちらを見ているの？心配しないで、事故なんて起こすものですか。せっかく誘ったのだから、ドライブをちゃんと味わってほしいわね。いきなり何を言うのかしら。ちょっとびっくりしちゃったじゃない。そのつもりだったわよ。まったくもう、いけない、これはいけないわ。ちゃんとしないと。盗むのは私であって、取り返しのつかないとんでもないもの、盗まれてしまうわけにはいかないというのにね。こちらにいらっしゃったのですね。はい、あなたのシャルロットです。その期待に満ちた表情、もちろんご期待通りですよ。はい、こちらショコラです。それでは失礼しますね。バレンタインデー。大丈夫。お菓子作りは慣れたものです。スタンダードに、丁寧に作れば問題ありません。ただ。ライバルが、多い。多すぎです。マスターさんの糖質摂取にも限度というものがあります。トーナメントで一人に絞った方がいいのでは。ダメです。勝てるビジョンが全く思い浮かびません。不意打ちありなら、 いえ、やっぱりダメです。逆に不意打ちを食らって負ける以外のルートが見当たらない。こうなればせめて一部の隙もない完璧なショコラを。素人なりに美味しいかなとか、素人とは思えないほど美味しいとか、そういう余分な料金が一切ない、プロでも顔負けするレベルのショコラを作るしかありません。基本レシピはこれで、あとは砂糖の分量を。砂糖を控えめにするのはかえってまずいと。ありがとうございます。プロよりアマチュアレベルかな。
まだまだ、これじゃ全然だ。わかっています。わかっているのです。普通の味でも、あの人は満足してくれる。喜んでくれる。送ってくれたことが嬉しいのだから、味なんて関係ない。それは、多分本当のこと。神のような偉大さも、鬼のような力も、英雄のような気高さも、私には存在しない。だからこれは、私の純粋なエゴイズムだ。豪華さでも、実力でも叶わないのだから。せめて、精一杯やった証だけは、あの人の心に、刻みつけたいのだ。できた!深呼吸。心臓の音は、どんどん高鳴っていく。緊張で、顔がこわばってないだろうか。ある意味で、マスターの優しさは、鏡にも似ている。善人であれ、悪人であれ。その生き方が、尊敬できるものであれ、できないものであれ。そういうものなのだ、と、飲み込んでいる。それは、私にはできないことだ。認められない英雄がいる。認められない存在がいる。そして誰より、私は私自身が、本当に嫌になるほど、認められない。贈り物を受け取ってくれるだろう。喜んでくれるだろう。でも、それだけでは嫌だった。サーヴァントの私を認めてくれる、唯一の人に。一生忘れられないほど、美味しいものをあげたかった。マスター、こちらにいらっしゃったのですね。してテンションが上がりまくって何かひどく暴力的な気分になって思わず壁を殴った。そんな自分をかなりバカだと思うけれど、少し好きになれたのは確かである。わかりませんね。マスター、調子はいかがですか?と、ガレスは何気ない日常会話から始めてみるのです。あ、この場合の調子というのは、全般的なマスターの体調という意味でもあるのですが、特にお腹の調子はいかがでしょうかという意味です。お腹がいっぱいだったり、痛かったり、常ならざる状態ではありませんか?どうでしょう?よかった!それなら、私も遠慮なくことに及べます。もちろん、物騒なことを考えてはおりません。聞けば、今日はバレンタインデー、なのですよね。当世では、日頃お世話になっている方に贈り物をする、素敵な習わしとのこと。発祥は西洋と聞きましたが、マスターの故郷では特にチョコレートに関係した美味しくも素敵な風習なのだと聞きました。ガウェイン兄様です。というわけでカレスもご用意いたしました。こちらです。
甘くてしっとり、ガレス特製のチョコレートカップケーキです。たくさん焼き上げましたので、たくさんどうぞ。食べても食べてもたくさんあるのって幸せですから。あ、でもお腹いっぱいになりすぎないよう、そこだけはご注意を。お食事に響いてはいけませんし、マスターは他の方々からもいっぱい受け取るでしょうし、ガレスのケーキばかりでお腹をいっぱいにしないようご注意をば。はい。なんて、手が止まらないほど美味しいくらいにすごいものかというと自信はないのですが、なのですが、先ほどガウェイン兄様は大層お喜びになって104個もペロリと平らげて、負けてなるものかとばかりにモードレットは225個も食べてしまって、ランスロット様は静かな表情だったのですが、それでも一息に300個余り食べてしまわれて、パーシバル教の何でも作るときは山盛りという言いつけを守っていて本当に良かった。なのですが、それはそれとして、さすがに皆様食べ過ぎで、もしや私が作ったカップケーキは何らかの呪いを発生させてしまったのではと。いえ、そんなことはありません。その後ジキル殿が一つ食べてくださって、美味しいよ、ジュソの類なんてかかってないよと太鼓判を押してくださったのです。その後私も毒味をして安全を確かめました。ですので、どうかマスター、私のチョコレートカップケーキご遠慮なく召し上がっていただけましたら幸いです。皆様に美味しく食べてもらえたらいいなと、誠心誠意焼き上げた次第です。カルデアの厨房はとっても使い心地がいいですね。得意と言えるかどうかはわからないのですが、一時期身分を隠してお城で働いておりまして、厨房でのお仕事もいくらかこなしておりました。そこで一通りは仕込まれたので、厨房に立つぐらいでしたら。それではマスター、どうか良い一日となりますように。それからマスターのお腹がたくさんの方々のプレゼントでいっぱいになりすぎて腹痛などになりませんように、ガレスはお祈り申し上げております。ではまた。親方様、これは失礼をば、どうかお許しを。気がせいていたようにござる。聞けば今日は多くのサーヴァントにとって忠誠の証を立てる日であると。ならば我が身も同じくして忠誠をご覧に入れましょう。いざいざ。洋風前菜にございます。忍びの技のみならず、武芸に家事にと身につけておりますので、お任せください。甘味とて完璧にござると申し上げたいところなのですが、どうにも勝手が分からず、チョコレートはとんと扱ったことがなく、味見こそしたものの、拙者の舌には美味と感じても、何分東西風の味には不慣れな田舎者の舌にて。お許しください親方様、もしも万が一親方様のお口に合わぬようであれば、この首即刻。ありがたき幸せ、お気遣いいただきかたじけない。我が忠誠の証、受け取っていただければ幸いにござる。そして願わくば、親方様の舌が意味を感じてくださいますよ。
それではこれにて。ごめん。祭りなの？なんだか基地の空気がそわそわしてるし、なんていうか、ぱっと見女の子たちの方が多いかな、そわそわしてる比率。ああ、待って待って、言わないで。君が答えを言う前に私が当ててみましょう。そういうの大好き。そうだね。何かを用意するとかしないとか話してたし、わかった。スペースクリスマス。違う。スペースクリスマスといえば贈り物だものね。そっか、こっちだとクリスマスはこの時期か。ユニバースと違うんだね。お？え？違うの？スペースクリスマスではない。なるほど。わかったわ、わかった。それじゃあもうあれしかない。君の誕生日。そうでしょ。イエーイ。贈り物を用意してるのだけは間違いないと思うし、だったらスペースクリスマスかお誕生日じゃん。バレンタインデー、ね、それってユニバースともしも似てるとしたらあれよね。気になる人にチョコあげてキャーとか、最近は気になる人からも何かもらってキャーとか、そういうスペース女子の間で毎年話題の楽しみだったり面倒だったりする、あのバレンタインデー、コスモ星ワレンティヌスの殉教だとか、そういうあれが名前の由来っていうあれでいいの？そっかー。あはは、そうよね。知ってた知ってた知ってた、スカウト。あははは。なんて嘘じゃーん。なんてこと。私ちょっと緩みすぎ。バレンタインをすっかり忘れていたなんて。でも仕方ないよね。ユニバースのと日付ちょっと違うし。よくない探しをしてる場合じゃナッシング。何も用意してないのは変わりません。いけない、これはいけないわ。私頼れるお姉さんで通ってるわけだし、何も渡せないドジっ子なんてイシュタリンでもしないよね。もうちょっと前に分かってたら氷結惑星のアイスチョコとか用意できたのに。待った、待つのだジェーン。そういえばバッグの中にいつもあれ入れてる。私にはどうってことないものだけど、ユニバースでない世界の相手にはいいかも。めっちゃイケてる気がしてきたぞ。むしろ勝った。えらい、すごい、いつもの私超強い。任せて。もちろん、もちろん私だって用意してる。バレンタインデーの贈り物、つまりチョコレート。はい、これー。
そうでしょう、そうでしょう。スペースチョコレートバー。私たちのユニバースで大流行のチョコ。宇宙で有数の過酷なお仕事として知られるギャラクティカカウボーイ御用達のチョコバーサー。なんとこれ1本につき300万キロカロリー。栄養満点、滋養強壮、精神覚醒。お腹持ちもいい。しかも今回はなんと発売するたびに一瞬で売り切れてしまう限定品。スペースミントフレーバーが香るスペシャルな SCB なんですのよ。ありがとう。ごめんね。とにかく喜んでもらえたなら嬉しいです。終わり良ければ全てよしだしね。あとは、よし、今からドライブ行こっか。ドライブ、イシュトリンのマンナ号をちょっと借りて火星までゴーホーム。途中とびっきりの景色を見せてあげるからさ、流星を見ながら一緒にチョコバー食べましょう。アルストのチョコレートをお送りします。やはり使えるものとしては敵将の首型チョコがふさわしいかと思ったのですが、皆から死ぬ気で止められまして。ともかくこのチョコ、精一杯の思いを込めました。この切れ足なら人一人くらいなら切れるはずです。ここにいたのね、マスター。今日はバレンタインでしょ。私なんかにもらっても嬉しくないと思うけど、これ受け取ってもらえないかしら。一生懸命頑張って作ったから、多分美味しいと思うし。あ、ね、受け取って当たり前よね。分かってるじゃない、子犬。なんだ、心配して損しちゃった。え、何を心配してたのかって、いつものアイドル好きはどうした。それは私だって毎日上機嫌じゃないし、楽しいことの後に必ず来るのよ、頭痛と自責ってやつが。でも不思議ね、あなたの顔を見てたらなんとかなっちゃった。ステージのスポットライトもいいけど、こういう楽屋裏のこっそりとした時間も悪くないみたい。じゃあね、マスター、ありがとう。味の感想後でちゃんと聞かせてね。
お前の思い、しかと受け止めた。ローマは喜ばしく感じている。我が子よ、お前の胸には温かなものが息づいているな。やはりローマのローマは永遠であった。幾多の年を経ようと、人は変わらず尊きものを秘めている。人の力はおよそ無限にも等しく、平穏の中で起こる文化は真の豊かさを導くのだろう。バレンタイン、それもまた正しく歩む人の導きしローマである。豊穣を願うルペルカリアがこのようにして陶器地にも息づいている。すべての道はローマへと通じ、すべての人はローマへと通ずる。今や多くを語らずとも、お前は知っていよう。空を見よ、地を見よ、そして母たる海を見るがいい。お前の道行きを守り続ける厳しくも優しきローマを。お前にローマはこれを届けるとしよう。最も新しきローマであるもの、誇り高く戦うものよ。空を行く鳥を見るがいい。あれはお前の在り方によく似ている。空を舞うようにして地を歩む者、我が愛しきローマの七球を背負うにふさわしき。王でなく皇帝でなく、しかし確かにローマであり続ける男よ。存分に味わうがいい。お前へといずれつながる過去の世界よ。美しきローマのローマを。証拠を。うん、甘いの好き、ありがとう。でもチョコのお礼何もあげられない。うん、よくない。プレゼントをもらったら必ず5倍返し。エウリュアレが言ってた。ちょっと待ってて。これ。うん。ラビリンスの地図。迷った時に必要かなって。ライオンの人が
自動マッピング装置を作って、ドレイクと一緒にそれを使って歩いた。クリスマスの時も、本の女の子と寒そうな女の子には渡しておいた。よかった。遊びに来てくれると嬉しい。なるほど。何やら騒がしいと思ってはいたが、当世にもなかなかに興味深い催しがあるものだ。嫌いではないぞ。私も好きだ。贈り物はいい。貢ぎ物にはさほど何を思うこともないが、気持ちを込めたものというのはいい。かくいう私もな、かつては愛する者へ多くを贈ったものだ。そして多くを贈られもした。まさしく愛をな。見るがいい。無駄なき愛で編み上げられた我が肉体を。確かファラオ調理法というのだったか。あれの作る料理の数々は実に美味なものでな。アレクサンドリアへ赴くたびに、私は着々とこの身に愛をたっぷり蓄えたのだ。なんとも懐かしい。ほうほう、チョコレートだな。うん、甘い。実に甘い。これはあれであろうな。初恋のように人をとろかせる。ほのかな苦味も好きだ。感謝を述べよう、マスター。私にまた愛を蓄えさせるとは。ならば愛には愛で応えねばなるまい。期待して待つがいい。あの先輩、カエサルさんに言われて品物を運んできたんですが、すごいことになってしまいました。とりあえず部屋の中へ運びますね。フォー。あ、ダメですよ、フォーさん。先輩宛にカエサルさんから送られたものですから。でもそうですね、とても美味しそうです。わかりました。では皆さんを呼んできます。チョコレートは圧制。おお、チョコレート、圧制のチョコレート。贈り物、プレゼントであれば心よく受け取るが当然。このチョコ慎んでいただこう。しかし圧制をもらうなら反逆しなければ。されどこの圧制は暴力にあらず。ならば反逆はいかにせん。おお、反逆よ。この手枷は圧制の象徴。されど圧制はいつか反逆されるもの。すなわちこの手枷を破壊することこそ反逆の第一歩。私が共に反逆しよう。さあ、その手枷を打ち壊し共に反逆を。ファイト。
らも共に反逆を行う我が同胞よ。では次はアシカスよ。なんだと命令とな。ささやかな。それ、ぐるぐるっと。よいぞ。任せよ。じゃ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 。あや。じゃじゃじゃ。私もぜひ甘いものを返礼しなければいけませんね。 C4 とか甘いと聞きますが。え、いらない。あ、そう、ではこちらを。こちら絵本のお嬢さんと一緒に共同開発したカルデア公認ゆるキャラチクタクくんでございます。見てください、この愛らしさ。あなたの音もポケットに入る可愛らしいモンスターとなってどこまでもついていくのですよ。ああ、刺激を与えると爆発するのでお気をつけください。よう、おはようさん、マスター。クーフーリン、お呼びと聞いて参上したぜ。ええ、要件なんざ皆まで言う必要はねえ。あれだろ、
日頃の感謝の気持ちってやつだろ。こっちも用意してたんで、お合子だ。いやいや、無駄にならないでよかった。はいよ、俺からの贈り物だ。重すぎず軽すぎない、これぐらいの方がちょうどいいだろう。そりゃ察しはいいとも。勘の悪い戦士なんざ使い物にならねえしな。だいたいフェルグスほどじゃないが、俺も祭り好きなんだぜ。英雄色を好むってやつ。ともあれ、祭りの本番はここからだぜ。相棒、張り切って食堂に行こうじゃねえか。浮ついた空気に浮かされた連中が集まっているようだからな。どっちが多く落とすか競争だ。マジか。いや、絶対にない、とは言い切れねえな。な、そん時はそん時だ。なるようにならな。なんなら二人で玉砕してみるか。骨は拾ってやるぜ。いや、まあ俺もぶっ倒れてると思うけどよ。おや、セイバレンタインデーのチョコレートですか。確か日本ではそのような風習なのですね。もちろんありがたくいただきます。ちょうどよかった、私からもマスターにプレゼント。今回の召喚では連れてこられませんでしたが、私の愛馬はベイヤードという馬でして、祝福を授かったかの馬はどんな攻撃でも一度だけ弾き返す、そういう特性を持っています。こちらは彼のたてがみを少し分けてもらってアクセサリーとして加工したものです。マスター、旅には常に危険が伴います。もちろんそのためにサーヴァントがいるのですが、彼らですら手の届かぬ不運が生じることもありましょう。その際、このたてがみが守ってくれるようにと我々が祈りを込めました。え？ああ、私とジャンヌ・ダルク殿。自分は成人ではないと多少嫌がっていましたが、マスターのためならと天草四郎殿、マルタ殿、玄城三蔵殿、ああ、それからなぜか清姫殿も。申し訳ありません。冗談ですよ。どうぞお受け取りください。いいえ、こちらこそ大変良いものをいただけました。Thank you.